木島座、天寺すみ神社は、京都府京都市右京区渦正森家島町にある神社。式内社で、旧社格は豪社。通称は、木島神社や、蚕の社とも。古くから旧の神として信仰された神社であり、境内には、珍しい三柱鳥居があることで知られる。祭神は次の五柱。天寺すみ神社、天寺神社、天寺玉命神社の分布。 演技式神明庁における祭人の記載は一座。同庁では、木島座、天寺住玉神社と記載されるが、この社名は、木島に鎮座する、天照住玉神の社という意味であるため、本来は、天照住玉神を祀った神社とされる。神明庁では、山城国の木島社の他にも山戸国、摂津国、丹波国、張間国、対馬国などに、天照住玉神、 アマテラス神、アマテラス玉神を祀る、誇らの存在が見られるが、これらは、アマテラス大神とは別の神格の太陽神と考えられている。木島社のアマテラス三玉神の神格について、資料上では、アマテラス国寺支店仮の地説、アマテラス大神説、天日神明説などが見られる。上記のアマテラス三玉神、アマテラス神、 アマテラス玉神を社名とする神社の多くでは、現在の祭神が天神命とされることに基づき、これらの神を特に、尾張氏の放祭神とする説があり、その説の中で、木島社の地にはもともと、尾張氏系の人々がいて、アマテラス玉神を放祭していたが、果たしの都来、開拓とともにその在地系祭祀が継承されたと説明される。一方、 木島社境内の三柱鳥居の方位が、東海山、松尾山の東寺線、比叡山、市名だけ、阿多子ご山の下支線に関係するとみて、境内の元忠氏の池に火が差すという構造から、朝鮮半島の日光管制型の信仰に基づく、半島系の太陽神とする説もある。その他、見結という神明から、境内の遊水によって、 穀物を生成する無数日の神とする説もある。このように古代の祭神の神格は不詳ながら、明治16年の葛野郡神社名祭帳では、上記五柱の神明が記載されており、これらが現在まで継承されている。創建は不詳。一説に水古天皇12年に広高寺創建に伴い誕生されたとも言われる。資料からは、 大宝元年の記事以前の祭祀の存在が認められている。前述のように祭祀の園限には諸説があるが、佐賀の渦政周辺は都来系氏族の旗氏が開拓した地で、広高寺、松尾大社、蛇塚古墳などの関係寺社、史跡が知られることから、木島社もまた旗氏ゆかりの神社と言われる。また、現在本殿の東隣に鎮座する開古用神社は、 この旗市が将来した養蚕、旗織、染色技術にちなむと推測される。ただし、旗市のトライ以前にも、木島社付近では、泉式部長遺跡などの弥生時代頃からの集中を表す遺跡の存在が知られている。国史での所見は、俗日本気大宝元年上で、山城の国クの郡の木島神のほつくよみ神、神馬精神、波、 津賀神の神とを同年以後は、中富野氏に急すると見える。新昇格直府省大道元年長によれば、当時の元島神には神戸として山城国から9個が当てられていた。続けて国史では、天安3年1月には、木島天照三玉神の神戒が、聖後石下に表助された旨や、同年9月、上岸17年7月、 元行元年6月には、雨乞いのための方兵、上元17年8月には秋、るのための方兵が使わされた旨が記されているほか、元行元年4月上にも記載が見える。延長5年成立の演技式新明帳では、山城国くの軍に、木島座、天照神社,神社名神大月辞書かつてにいめ、として、名神大社に列するとと,ともに、 朝廷の月次祭、いかつて、祭り、新滑祭りでは平白に預かった旨が記載されている。社名の読みは、吉田家本で、天寺住むす日、金剛寺本で、天寺みむす日と振られるが、後世の、新明朝交渉、神儀資料、神社各録では、天寺見玉とする。演儀式では、他に四次祭した書かつて祭り上、臨時祭旧祭上、 臨時祭名神祭以上においてもそれぞれ木島社の記載がある。広高寺の縁起である、広高寺雷雨記成立では、上岸年間に、僧の道省が、直命により、木島名神の治水に、旧のため家事を行った胸や、旧の神として崇敬されたことで神海が順次、少女され長久4年に小1くらいの極意に達した、胸が記載されているほか、縁技年間に、 広ロ寺に誕生された鎮守38書のうちで、木島女、小一位と女神として記載されている。平安時代末期の両陣秘書では、木島社が伏見稲荷大社や岩清水、八幡宮と並んで参拝者が絶えず、賑わった神社として歌われている。鎌倉時代の上級三年の上級の欄では、東鏡において、 後鳥羽上皇側の三浦種義父伏が西山木島で自殺したと見えるが、これは当地に否定される。上級期によれば、種木はこの島という社に隠れていたが末路を悟って自害し、老中が社に火をかけたという。近年の境内発掘調査では、この消失後の社殿再工事のものと見られる、鎌倉時代前期頃の聖地の跡が認められている。その跡は、 江戸時代頃まで文献に記載が見られず、変遷は不詳。安永9年の都名書図絵では当時の境内の様子が描かれている。明治維新後、明治6年6月に近代社格制度において校舎に列した。昭和60年に境内は京都市指定史跡に指定された。平成14年には境内北東隅における消防用防火層設置に伴い、 史跡としての発掘調査が初めて実施されている。本殿と海湖洋神社境内は、小室川右岸の定段球面上の東端にあり、並びが丘の真南、広高寺の真東に位置する。鳥居は広高寺の南門のほぼ真東にある。木島社は、その存在が文献上では古く、大宝元年に見え、京都市内でも最古の神社の一つに位置づけられる。 元忠氏のの池の存在から文献上での旧記事との関連性が伺えるほか、海古用神社の存在から、旗氏との関連性が見られ、また、巨樹の車窓から古来の姿が伺えることから、境内は京都の歴史上重要な遺跡であるとして、京都市指定史跡に指定されている。社殿はいずれも明治以降の最高。本殿は境内の中央北寄りのやや高所に建てられている。 本殿の東側には、開古用神社が鎮座し、開古の社の通称は同社に由来する。これらの前に、廃所、廃殿がある。元氏の池と三柱鳥居境内の北西宮には、元氏の池と称する神泉があり、現在は枯れているがかつては、遊水が豊富であったといい、現在も夏の土用の牛の日にこの泉に手足を、ひたすと諸病に良いとして信仰されている。 伝承では、木島社の社僧を、元正の森、上泉を、元正の池と称し、下鴨神社の森が、正の森と呼ばれるようになる以前、元々は、木島社の社僧が、正の森と呼ばれていたとする。この元正の池の中には、三柱鳥居が建てられている。これは柱三本を三角形に組み、三肩から、中心の寒座を拝することを可能とする珍しい。 形式の鳥居で、京都三鳥居の一つに数えられる。中央の神座は、円錐型に小石を積み、中心に御手ぐらを立てて、より白としたものである。この鳥居の起源等はつまびらかでなく、旗市の聖地である並びが丘、松尾山、東日山の妖怪方位を表したとする説などがある。現在の鳥居は、天保2年の最高であるがの修復、安永9年の都名所図絵では、 豊かな湧水とともに現在に見るのと同じ見柱鳥居の様子が描かれている。平成14年の発掘調査によって、かつては本殿東側の各所にも泉のあったことが判明しており、元正の池もそのような泉の一つが神聖化されたものと考えられている。この発掘調査では、少なくとも平安時代中期頃に遡る泉に伴う、 石符以降が出土している。経済者として、次の神社などが鎮座する。所在地交通アクセス周辺注釈、原点出典書籍サイト。ありがとうございます。